ダム本来の役割をですね、地域住民にその正しく広く知っていただくということ、そしてダム湖を活用して私ども所在市町村ではですね、観光産業など地域の活性化にですね、それを有効に活用したいと、今回はこの井戸ダムをですね、知っていただきながら自分のところのダムと比べていただいて、どういう活用、どういうまた方法があるのかなということで、勉強していただければ幸いかなというふうに思っているところでございます。今まで記録したことがないというようなですね、雨が、毎日のようにニュースで聞かれるような状況になっております。まあ、そういった意味でこのダムの洪水調節、治水の効果というものが、ますます高まっているということは論を待たないということだと思っております。そのダムができてから50年ということで、洪水被害の軽減、あるいは灌漑、発電と、こういった多くの目的にわたって、これからも効果を出してきましたし、観光資源として、そして地域の活性化、それに大きく貢献をしている、まさに地域に開かれたダム。この湯田ダムですが、昭和26年にまず現地の測量および調査を開始しております。本体の工事につきましては昭和33年から着工いたしまして、本体着工から7年間の歳月を経まして、昭和39年にダムが完成します。ダムの形式でございますが、こちらの図面にありますとおりアーチ式でございます。アーチ式の重力式コンクリートダムです。湖面の活用なんですけれども、先ほどの佐藤事務所長さんの方から説明があった慶州湖祭りもなんですが、その他ですね、地元の方々が、江戸時代に使われた船を復元して慶州湖に浮かべてみようというふうな遊覧の調査だったりですね、地域資源、歴史を大事にして、自然を生かす取り組みを推進している。で、水源地域での可能性が増えたということで、自然を守る、地域を守ることが観光だったり産業へつながるんだなということで、このような形でこれからも動いていこうと思います。どうもありがとうございました。